このドアの外からは、本当に最後の最後までこのウェイトトレーニングですか、この続けるウォームアップの姿が見られました。そして中ではどうやらずっと精神統一をしていたようです。その天竜選手、静かの中にもこの必死と天竜鶴田戦にかける熱いものが伝わってまいります。一言聞きます。いよいよです。まあ見てください。頑張ってください。さあ天竜選手が入場してまいります。正直言いまして首の大きなダメージは簡単には治らないかと思います。肉体的には完全とは言えません天竜。しかし精神力だけは誰にも負けていません。気力で戦い、気力で杉田の首を狩る。必ずや三冠を取る。今夜が天竜同盟結成2周年の記念すべき日。その革命記念日に杉田を倒す。そして革命を叫びながら3年目に突入していくと言っておりました。さあ天竜、常にマット界を揺るがせてきた男です。必ずや復活する男です。果たして今夜鶴竜闘争に新局面が訪れるかどうか。天竜先に登場。さあ今度は絶好調男大鶴田。福澤アナウンサーどうぞ。はい、こちらジャンボ鶴田サイドであります。異形を成し遂げようとしている男の緊迫感がひしひしと伝わってまいります。はい、技術面では勝っている、体力面では五分と五分である。ただ一つ気になるのは天竜現地の選手のここ一番での気迫であるとこう申しておりました。なお相手の弱いところを攻めて勝つ、それが勝負の基本である。当然首あるいは腰への攻撃が、期待されるところであります。さあジャンボ選手、いよいよですね。頑張ります。さあインターナショナル PWF UN 3つのベルトを奪取した史上最強レスラーです。ジャンボ鶴田の入場、これが頂点だ。鶴田の自信は揺るぎません。あの反戦から逆転ホール、初防衛戦天理を完全ホール、この2連戦の連続ホール勝ちは強い者が勝つ、勝った者がチャンピオンという名言を引き出しました。人気実力ナンバーワン、三冠長期王座も宣言しています。乗りに乗っているジャンボ鶴田、肉体精神これまた 100% のベストコンディション。今の鶴田に資格はない。超満員日本武道館の声援もご覧のようにファンを納得させた声援でございます。三冠王者ジャンボ鶴田堂々の入場。さあ三冠タイトルマッチ、試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が両選手に贈られました。タイトルマッチ宣言、日本テレビ山中哲夫スポーツ企画事業部長より読み上げられます。この試合は NWA が認可し PWF が認定する三冠選手権特別試合であることを宣言する。1989年6月5日ナショナルレスリングアライアンス会長ジャック・ペトリック、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロード・グレアス代理、続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。インターナショナルベルト、 PWF ベルト、 UF ベルト、三冠ヘビー級の選手権試合、ベルトが一時本部に預けられます。ご存知の鶴田対天竜、過去の対決ともに2勝2敗2敗2分け五分の星です。3年目に突入、チャレンジャー天竜、三冠ヘビー級王者2度目の防衛戦、今鶴田が強い。さあ60分の一本勝負であります。五色のテープが山のように投げられました。日本武道館15,200人、おそらくお客さんをうならせる大勝負が繰り広げられるものと思います。鶴田、今夜天竜に勝ってから三冠王座の正式名称などを決めたいと発言、まるで今夜の三冠防衛戦試合前からこの冷酷な返り討ち宣言を行ったかのような鶴田自身の発言。一方の天竜、絶対取る、こう言っています。さあ両者緊張の中に今ゴングが鳴りました。天竜側にスタンハンセン、いや中立の立場でしょうか、スタンハンセンがこのこれです。両選手の三冠争いを見ています。さあゴーゴーたる大声援の中でさあ幕が切って落とされました。
天竜三冠へ再挑戦、受ける鶴田三冠2度目の防衛戦。さあスタンハンセが見守る中で勝負が繰り広げられた。さあ意地だ意地だ、おおっとおっと、ジャンピング2パット、顎に当ててる、腕を取ったぞ、ロープに放り投げた、ジャンピングに当たらない、バット取った、ジャーマンスープレックスホールド、天竜カウント2まで行った、カウント2まで行きました。天竜の首は大丈夫か、天竜の首は大丈夫か、大丈夫のようだ、大丈夫のようだ、気力充実天竜。さあ馬場さん、両者負けられません、意地とこのメンツが激突しています、本当に厳しい戦いになるでしょうね。そうですね、さあ今度はサイドのヘッドロック、ジャンボ鶴田リング中央で取りました。竹内さん、はい、ファンの目というのは圧倒的に天竜の首をですね気にしているんでしょう、鶴田有利という声なんですが、竹内さんどういうふうに予想しますか。これはですね、やっぱり天竜選手が絶好調でしたらね、かなりやっぱりその迫力さ五分と五分なんでしょうけどね、はい、やっぱり今の天竜選手の体調を考えますとね、これやっぱりジャンボ有利が動かないですね。そうですか、果たして序盤戦から中盤戦後半戦どういう戦いのようになるのか、鶴田コールです。15,200人、竹内さん、かつて日本武道館では天竜コール一色だったですよね。そうですね、やっぱりこれがですね確実に変わってきましたね。お客様は正直ですね、今鶴田時代です、鶴田コール一色に包まれました。さあどんな戦い模様で進められていくんでしょうか、頂上対決。天竜のチョップ3つ目、今度はエロー2つ目、今年のエルボー当たった、サイドのヘッドロック、おークドキングヘッドロック、鶴田が仕掛けた、やはり首を狙っている、しっかりと追いかぶさった、首を狙っています、苦しい表情だ天竜。馬場さん、今のブルドッキングヘッドロック、鶴田はあまり出さない技ですが、首を意識して捉えようとしてますか。いやそんなことないです、ね、違いますか、はい、やっぱり今、コーナーに詰められたらそれを逃げるのは今技が一番いいと思いますしね。そうですか、なるほど、返り討ちにするためには、竹内さん、俺はあくまでも首狙いだと鶴田は公言してますよね。そうですね、やっぱりどこまで非常に消してですね、天竜選手の首を攻めまくるかですね。はい、そうですね。さあ両選手であります、左側がジャンボ鶴田、三冠の王者です。華麗なる複合技、背骨をぐいぐい攻めている、鶴田の右足、膝が当たっている、まさに首と腰ですね。そうですね、天竜ちょっと苦しくなりました。さあ鋭い首への攻撃、ジャンボ鶴田、腰も右の膝が当たっている、華麗なる複合技、もう一回これでグラウンドに寝かせて、さあここでぐい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 ヘッドロックに取るのか、首を絞めている、首にかかってますね、太い腕、ジャンボ鶴田の太い腕、完璧なヘッドロックと言っていますね、ネックロックになってますよね、スリーパーにも入ってますよね、スリーパーに入ってますね。さあぐい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 締め付けます、あらかじめ攻撃、ジャンボ鶴田落ち着いた取り口であります。さあ勝負の世界は本当に厳しい、鶴田のパワーボムで天竜は首に大きなダメージを負ったんです、試合を欠場させられたんです、あの4月の20日から1ヶ月と15日また2人が戦わなくてはならないです。さあ右のパンチは金振り、あと足を掴んだぞ、あとチョップだ、足を掴んでチョップ、さあおっとカウンターのキック、右のキックショートレンジで入った、ショートレンジで入ってるが右の膝にもダメージが来たようだ、天竜天井を向いている。さあ王者先制のチャンスが訪れたかどうか、天竜首を振った、もう一回持ち上げて、あ首狙いエルボー完璧に当たる、さあ天竜起死回生のチョップ、逆水平もう一丁いった、2つ連続で打ちました、今度はキック直撃、首を直撃、ジャンボ鶴田のキック力、このリズムが鶴田の強さを証明しています。武井さん、そうですね、まさにその柔軟性のある攻めですよね。そうですね、さあ毒針戦法、エルボーガンガン打っていきました、片指に固めます、王者鶴田生き生きとしています、ジャンボ鶴田、鶴田のレスリングは今パーフェクトと言っていいでしょう、完成された、そしてこの、誰にも壊されない、そういうこの鉄のような強さを持っておりますジャンボ鶴田。そして池内さん、今ファンの支持を十分に受けているのが鶴田のレスリングですね。そうですね、鶴田選手もそれをかっちりと自覚してですね、はい、やっぱりその実戦の中で完全にそれを示してますよね。そうですね、再びグランドでの展開、馬場さん、鶴田のレスリングをずっと見つめてるわけですけれども、今鶴田は本当に強いですか。まあ、調子がいいですね。調子がいい。ただ一つね、ジャンボの技がね、非常に多くあるんですよね。要所要所によく出てくるんですよね。はい、それが今ジャンボのいいところじゃないですかね。そうですか。ということは竹内さん、要するにタイミングよくいい技が出てるということなんですか、ね。やっぱり技の組み立て方が非常にやっぱり緻密にうまいわけですね。そうですね。
さあ、そんな天竜がね、ジャンプをどういうふうに研究するか、ですから本当になんかパッとね、はい、素晴らしい技というか素晴らしい技じゃないかと思うんですよね。そういうことをよくやる選手ですからね、天竜がね、はい、それが天竜のいいところですしね。そうですね、武井さん、どうやら裏の駆け引きが勝負を決めるみたいですね。そんな感じで裏の、さらにまたその裏をね、どっちが見破るか。さあ、場外に一旦出ました。このところの鶴田であります。この場外戦においての強い対ハンセン戦、対今夜の天竜戦、そしてフットルース戦、キッドスミス戦、いずれの勝負、この随所随所に鶴田プロレスのうまさ、凄さ、そして怖さを改めて示された天竜の何ラリアット。場外に真っ逆さま鶴田を立ち上がってる、立ち上がってる、かろうじて立ち上がってる。ハンセン今ムックと起き上がった、ハンセンがムックと起き上がった。さあ、おっと、そのまま勢いをつけて天竜が体当たり、場外で勝負をしようという天竜、仰向けに倒れている。向こう側が天竜、手前が鶴田、両者場外でダブルナックダウンであります。カウントが始まっています。まさに気力充実の両選手であります。天竜が鶴田を捕まえた。場外に竹内さん飛び込んでいきましたね、天竜が。それがですね、やっぱり意外性のアドバンス攻めの一つですよね。本当ですね。さあ、初めて鶴田が苦い顔を見せています。両選手再び起き上がった。足をすくったぞ、なんだ、足をすくったぞ、膝十字、アキレス腱がダメ。さあ、天竜の攻撃がここで始まっていきました。さあ、天竜は今夜くしくも天竜同盟を結成して2年目の記念すべき日なんです。大げさに言うと天竜同盟の存亡をかけた戦いに、まさに存亡の危機なんですよね。天竜が勝負を仕掛けています。館内は鶴田からの一色であります。さあ、どういう攻め口を見出しておりますか。天竜が今日ジャンピングニーは絶対食わない、ジャンピングニーを食ってしまうと首にダメージがかかる、全てカットすると言っておりましたが、序盤戦1回うまくカットして足を取って相手に攻撃を仕掛けましたよね。あの序盤戦うまくいきましたね。そうですね。しかしこの後混戦模様になってきたら、どこまでそれが阻止できるかですね。そうですね。膝関節を狙っています。膝十字にしっかりと仕留めておいて、膝関節を狙っている天竜の攻撃であります。天竜にとりましてはこの勝負、本当の正念場。まあ、瀬戸際に武井さん立ってこそこの男というのは気力を出し切る男なんですよね。ですから今日これでもし負けたりしますとね、天竜選手ですから、やっぱり何を考え出すかこれ分かんないですからね。あ、本当ですね。さあ、鶴田が今攻められているところであります。三冠選手権インターナショナル PWFUN 三冠統一を最初に成し遂げた史上最強の男、ジャンボ鶴田。今攻められておりますが、また逆転。おっと、天竜が行きます。天竜が上に乗っている。顔面攻撃、またスタンハンセンが立ち上がったぞ、さあ、ハンセンと天竜は同盟を結んで世界タッグに挑戦が決定しています。ハンセンが今にじり寄ってエプロンサイドにいます。どうやら天竜に声をかけているようだ。さあ、サッカーボールキックが当たった。天竜のサッカーボールキック、天竜が今やっと落ち着いて自分のペースを取り始めた。両者近寄った。フロントスープレックス、さすがに鶴田近寄った、間一髪、あっという間の呼吸で後ろに投げ切った。これが高度の技、足を取ってしっかりと抑えた。カウント2まで入っている。まだわからないぞ。天竜がペースを握ったかと思った。しかしジャンボ鶴田が一気に投げ返すんです。本当に馬場さんが指摘したように、どんな技も非常にタイミングよく華麗に決まりますね。今の鶴田は本当に素晴らしいジャンボ鶴田であります。再びスリーパーフォートに取りました。世界タッグに挑戦がハンセンと天竜決まったわけですけれども、今の鶴田はこの自信とプライドがこの相まかしているとでもいいんでしょうか。鶴田時代をまあ謳歌しているということなんでしょうか。この三冠の後の防衛戦、世界タッグも絶対だということを言ってますね、本人はね。ファンの方もですね、やっぱ今日の試合に出てジャンボにも勝ってほしい、天竜にも取ってほしい、非常に複雑な戦いですよね。そうですね。千葉大会で世界タッグに挑戦のスタンハンセン、さあ見ているぞ、じっくりとこの勝負を伺っている。さあ、鶴田が攻めている。スリーパーホールド裸締め、揺さぶります。さあ、やっと右の足がやっとサードロープに伸びました。この裸締めをグランドで展開している馬場さん、鶴田の作戦ですけども、これどうご覧になってますか。いや、いいと思いますよ。いいですか。はい、相手を揺さぶります。自信の現れでしょう。ジャンボ鶴田、もう一回ジャンピングに当たった。あまりヘッジャンピングに完璧に当たった。そのまま固めた、どうだ、首の状態どうだ。天竜打たれた。ジャンピング
ドニーパット、最初はうまくカットしたが今当たっている、今は完全に当たりました。勝負は10分が経過、日本武道館固唾を飲んでお客さんの興奮が伝わってまいります。素晴らしい勝負内容になってまいりました。日本武道館三冠タイトルマッチであります。すごいジャンピングニーパットでしたね、竹内さん。やっぱり食ってしまいましたよね。いや本当にね、素晴らしい高度なテクニックであります。助走をつけてジャンプを釣れた、毎日文字に走って顎の先端にガツン、鈍い音がしました。まさにジャンピングニーパット。さあジャンボ鶴田、右の手を上げた、今度はパワーボムか、パワーボムか、タイガードライバーも覚えたというジャンボ鶴田、この姿勢からリバーススープレックスで切り返した、天竜切り返した、天竜の顔面真っ赤、リバーススープレックス当たっている、天竜も負けていない。さあジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田も避けて通れない道であります。さあ天竜にとっては今回の戦い、この不沈をかけた対決。さあ意地が真っ向から真正面から牙の打ち出して当たっています。さあ鶴田か天竜か、竹内さん、ここまで10分が経過したんですけれども、内容の分析、どっちのペースですか。これはやっぱりジャンボのペースになってますね。ジャンボのペースですか。そうですか。しかしこの後おそらく感情むき出しの肉弾戦は避けられないものと思いますが、ジャンボ鶴田が技の展開の組み立て、非常に冷静になってまいりました。コブラツイストであります。コブラツイスト、さあウォーコールを催促しているような自信の表情、ジャンボ鶴田、目がキラッキラッと光っています。その反面、天竜の目はまぶたを閉じたまま歯を食いしばっている。首へ相当圧力がかかります。うまくかわした、うまくかわしました。おっともつれたぞ、両選手がもつれました。腕をしっかり取っている。さあ腕をしっかりと取っている天竜、起き上がるか、また腕を左の腕で絡めました。さあ関節攻撃に出ていきます。エプロンサイドであります。すでに鶴田の足はエプロンについています。両者きれいに離れるかどうか。さあおっと天竜、天竜きれいに分かれた、またチャップ、まずチョップ一発、相手の顎の先端に打った、また今度は胸に打った、後ろに下がった、後ろにはハンセンがいる、後ろにはハンセンがいる、今じーっと見ているぞ、ハンセンがじーっと見ているぞ。さあ正面からヘッドバット、鶴田を場外に落とした、ハンセン手を出すか、ハンセン手を出すか、出さない、ハンセン手を出しません。三冠タイトルマッチ、鶴田天竜、本当に究極の対決であります。じーっと両選手の動きを睨みつけるようにして見ております。次期シリーズにはこの鶴田天竜、それからひょっとしたら四つどもえの三冠、ヘビー級選手権試合の流れになるかもしれません。冷静に冷静に、今回のシリーズはもう世界タッグしかチャンスがないわけですからね、竹内さん、ね、そういうことですね。さあ両選手の動き、ロープに飛ばした、両者走った、ラリアット、天竜ラリアットが当たった、鶴田倒れた、しっかりと抑え込んだ、カウント2、鶴田跳ね返します。鶴田も気力充実、負けてなるのか。三冠シングルヘビー級王者、2度目の防衛戦、今鶴田は強いぞ、膝をついた。さあ天竜が今日自分のレスリングの生き様を本当に最後の最後の土壇場で見せるのか。頑張り頑張り、天竜の頑張り、もうおそらく記録だけでしょう。それとも張り手で返す、エルボーで返した、エルボーで返した、耳を打ちます。さあ鶴田、おっと右の肘に手をやった、次なる攻撃はラリアットか、もう殴り合いだ、押し合いだ、打ち合いだ。さあ相手がひるんだ隙、鶴田がもう猛烈果敢にアタックします。さあちょっと間が空きました。さあ天竜の首の状態はどうか、全く気にしてないようだ。エルボー、鬼のような表情でエルボードロップを打ちます。肘を支えて打っていきましたね、竹内さん。素晴らしい打ち方ですね、正座の選手ですね、左の肩のあたりですよね。はい、そうですね、今の本当に鶴田は強い。ハンセン、そしてこのバックドロップ、さあどうだ、バックドロップどうだ、あっとうまくコーナーに逃げた天竜であります。逃げてもいい、相手の得意技を打たれてはこの勝負もうどこに隙があるかわからない。一旦ロープに戻った、ジャンピングにまた当たった、顔面に命中、もう自信の表情、鶴田顔面に命中、2発ジャンピング2パット、顔面に当たってる、おバックドロップか、バックドロップ、足を蹴った、コーナーを蹴った、鶴田の後頭部が当たっている、しかし天竜の前頭部も当たっている、両者ダブルナックダウン、天竜も手を見ている、鶴田も後頭部を打たれている。さあどっちが先に出すか、大きな山が訪れた、三冠トリプルヘビー級選手権、大きな山だ、我慢のしどころ、大きな山、鶴田は先に立った、チョップ、ダブルチョップ、首を狙っている、また首を狙っている。さあ鈍い表情になった、今度はラリアット、さあ防衛なるか、鶴田防衛なるか、エプロンサイドにうまく転がった、ハンセンが指示をしています、ハンセンが指示をしている。さあ三冠トリプル選手権、いよいよ
勝負は15分が経過したところであります。馬場さん、鶴田の作戦はやはり最初から組み立て通りの作戦なんでしょうか。どうですか。いや、組み立て通りと天竜もジャンボもね、これが彼らのペースなんですね。そうですか。ネックブリーカードロップ、鶴田が打ったぞ。おっと、そのまま首を狙った、まさに首を狙ったネックブリーカードロップ。天竜苦しい。完全に首狙い一本ですね。首狙い一本に絞りましたね天竜。ここは苦しいところ。さあ鶴田が一気に加速をかけて一気に攻め込んでいくのか。さあまた2回目のブラザーケンヘッドロック、まさに竹内さん狙ってますね。完全に狙ってますね、首に、狙ってますよ、多いので、はい、プロレスの技っていうのは首を狙う技しかないというかね。なるほど。全てが首で後頭部につながっていってるんですよ、今のプロレスはね。なるほどね、首が基本ですね。その首が完璧じゃないんです、まさに手負いの虎天竜。さあ鶴田がセカンドロープ右の手を上げた。なんだ、さあカーンペングに、これは左の耳に当たっているようだ。そのまましっかりと抱き起こしてカウントが入る。あっとセカンドロープにかろうじて黄色いシューズが届いている。さあ鶴田ペース、一気に鶴田ペースになっていきました。天竜は苦しいですね、ペースになっていきました。天竜我慢のしどころ、大きなダメージを負っているようだ。さあ鶴田がもう一回右手を上げて勝ち守りか。ジャンピングにまた首が狙われやすいんですよね。首は狙われやすい、狙ってる、まさしく狙っている鶴田。もう一回首に膝爆弾が急降下、当たってしまった。天竜万事休すか、後ろから前からサイドから徹底的に首狙い、しっかりと抑え込んだ。まだ左の足を突き出す天竜の頑張り。今日は根性男天竜であります。過去にも幾度もこういうシーンが激しさありましたよね。頑張ってもらいたいですけどね。耐えて最後に勝つ男天竜。さあ日本武道館大興奮、フライングボディシザースドロップ、空中同時で落として4つ。怖いぞ、天竜が待っているぞ。鶴田うかつに攻めると天竜の天下のパワーボムがあるぞ。もう一回2位を落とします。今ね、天竜はこらえどころですよね。こらえどころですね。ジャンボはね、もう攻撃一点張りですからね、どっかにね仕切られてると思いますよね、はい、あ、そうですか。さあ鶴田としては油断をしてはいけません。計算づくで流れに乗りたいところでありましょう。エプロンにスタンハンセンが来ました。おっと髪の毛を持ってもう一回持ち上げて、なんだバックドロップ、サイドスープレックスか。天竜踏ん張った、大きくスタンスを広げて踏ん張った。天竜踏ん張った、バックドロップ投げた、落とした。また首へダメージを広げるようなものすごいバックドロップ。天竜大の字、バンジキュースか。天竜3連敗か。鶴田3連勝なるか。どうだ、防衛か。カウント2です。なんとか3連敗は避けたい天竜。根性、気力、それだけで勝負に挑んでいる。さあ鶴田もう一回鬼のような形相で髪の毛を掴んだ。さあ苦労した後にはチャンスがある。おっとフライングボディシザーストロップだが、危ない、トップロックに当たってる。足を取って、足を取っての首がため逆襲に来た。天竜が魂を持って逆襲に出たぞ。魂の逆転劇があるのかどうか。さあすごい勝負だ。背中にチョップ鶴田であります。ワイヤーロープに喉をぶつけましたね、馬場さん。そうですね、まあ、これはね、ジャンボがね、感染に前にやられてますからね。やられましたね、そうでしたね。さあ、しかし鶴田は大丈夫だ。もう一回起き上がってロープが折ってくれる。ドロップキックだ。さあ、鶴田がドロップキックを出した。つらい、天竜つらい。そのまま覆いかぶさった。防衛か。また返した。天竜、大きな山が訪れました。さあ鶴田が、その正面にはサイドにはハンセンがいるが、全力がもうこの対天竜戦に全てをかけている鶴田。気がつきません。セカンドラップ、トップラップ、セカンドラップ、ダブルアッダー、ジャンウルトラシーフライング、ジャンピングに顎の先端に当たった。今20分が経過。今のは
相当効いているぞ鶴田、膝を丸出し、膝を丸出し。さあこれで助走をつけてのジャンピングニーカー、距離は6メートル走った、ジャンピングね失敗。あ、今度はエンジェイ、今度はエンジェイ、サポーターになりません。足を取っての釣り方で天竜、天竜撤回か、ダメ。これまたはポンタチェン、ものすごい声援、1万5200人、日本武道館興奮最高潮。ジャンボもしぶといですね。さあ天竜、今度は天竜の攻める段階、エンジェイ待っているか。おっとラリアットだ、ラリアットだ、まだ顔面砕きもあるぞ。そしてパワーボムがあるぞ、まだ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 武器を温存している。パワーボムだ、パワーボムだ、パワーボム、またまた詰めたらこれに行きました。そのまま追いかけちゃったポイント。今度は背中に天竜、まさに好勝負、スリルサスペンス、すごい勝負。三冠選手権インターナショナル PWF UN 鶴田2回目の防衛戦、天竜2度目の挑戦。さあさあ両選手を手がった、天竜ダメージが深い。さあ今度はウルトラシージャンピングネーカー、天竜行った、おっと飛び込んだ、おっと焦点を定めることができません。ラリアット、鶴田のラリアット、フラフラ天竜、フラフラ対角線で追い込んだ。今度は何だ、またまた今度はフロントスプレックスか、フロントスプレックスか、フロントスプレックス、潰れさ潰された。その前に天竜足をフック、うまいフックだ。天竜外掛けに持ってきましたね。そうですね、外掛けに持っていって相手を倒しました。今度は鶴田か天竜か、鶴田か天竜か、天竜の苦しい、天竜も苦しい、鶴田も苦しい、後頭部を打たれている天竜、再び起き上がった。あ、もうあとは精神力の戦い、もう一回ボディスラム、もう一回叩きつけた、まだ力が待っている。さあ最後は毒針か、毒針か、今度は打った、天竜のエルボーを当たりません、天竜のエルボーを当たりません、両者大技失敗。今度は鶴田が起き上がって、とどめはバックドロップか、それとも9年目の封印を解いてジャーマンスープレックスに行くのか鶴田。さあまた首を絞めた、首を絞めた、腕を取った、そのままグラウンドの展開にもつれ込んで、しっかりと抑え込んでいる。もう本当に徹底的に首狙いですね。首を決めてるのが大変なですね。本当ですね。さあしかし天竜も冷静にまた浮き上がった。本当に両者の凄まじい、まさに男対男の対決、ファンは震えています。1万5200人のお客さん、本当に今の鶴田天竜の最高潮のプロレスによっています。さあ1万5200人の目は、さあ鶴田か天竜か、果たして三冠のベルトの移動は観戦の目の前であるのかどうか。鶴田起き上がった、さあ大手首を捉えた、ワイヤーロープに叩きつけた、天竜の攻撃だ、天竜の攻撃だ、ラリアット、天竜ラリアット、天竜チャンス、天竜チャンス、また打ち返ってきた男天竜。今夜は天竜同盟3年目の突入の記念日だ、天竜同盟、天竜同盟の記念日。やっと三冠を達成するのか、エンズエイ、エンズを打ってきたぞ。まだまだ勝負はわからない、まだまだパワーバム、パワーバムか、パワーバムだ、いいか、高角のパワーバム、カウントダメか、まだ強いですね、カウントする、カウントする、パワーレフリーカウントする、パワーレフリーカウントする。鶴田に、鶴田はダメージを負っている、パワーバム効きません。さあ大阪の戦い模様が浮かんでまいります。2度目のパワーバム、さあ鶴田に打てるか、2度目、またリバースで返した、パワーバム、いったー、叩きつけた、落とした、カウントが入った、天竜雪辱、三冠ダッシュ、鶴田を破りました、天竜パワーボムで鶴田を破りました。天竜おめでとう、天竜おめでとう。ハンセンが今リングサイドで祝福、大きな手を挙げた、天竜三冠を、天竜三冠を、24分飛んで5秒、大阪決戦の雪辱となりました。いい勝負でしたね、馬場さん。パワーボムですね、天竜のね、粘り強さが出ましたね。本当ですね、竹内さん、はい、本当に頂上対決と言いながらも厳しい対決になったんですけれども、天竜やり遂げましたね。最後はですね、本当もう紙一重のその気迫を見せてくれましたよね。本当ですね、敗れました鶴田。あとは世界タッグが残ります。世界タッグは千葉対決で天竜ハンセン組の挑戦を受けるんです。
一気に4冠を失うことになるのが釣れた。そして今天竜時代が再びやってきた。3冠をかけた2度目の対決、両者頂点を極めたかけに見事な、これがプロレスなんだというような勝負を見せました。さあそれでは喜びの声を聞いてみましょう。どうぞ。ただいま日本テレビから、大きなトロフィーを、手にしました。三冠ベルト統一、奪回いたしました、天竜選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。雪辱なりました。天竜さんは前の試合でサレドジャンボということでしたが、今日のジャンボ一言どうでした？まだこれからです。まだまだこれから、千葉大会では世界タッグもあります。天竜さんに大きな拍手をどうぞ。どうぞ。まだまだこれからと奢らない天竜、ニュー三冠チャンピオンです。小川さん一言、天竜選手によくやったでしょう。まあ、試合内容がね、まあ、素晴らしかったんでね、本当にどっちが勝っても不思議のない試合、いつもそうですけどもね、はい、まあ、天竜、今日は天竜はもう本当に我慢のレスリングをしましたね。そうでしたね。でこれが天竜の持ち味ですからね。本当にそうですね。竹内さん、敗れた鶴田に一言。これはですね、まあ、今日の一つの負けをですね、また新たな一つのバネにしてですね、はい、さらにもう一度ですね、やっぱり三冠統一に向かって頑張っていってほしいですね。はい、勝負タイムは24分05秒。天竜2度目の対決によりまして、とうとう宿敵鶴田を破りまして三冠を成し遂げた試合でございました。しかし2人の戦いは永久に続きます。勝ったり負けたり、この2人が全日本プロレスの歴史を作っていくことは間違いございません。日本武道館決戦、24分05秒、天竜が鶴田を下して三冠王者になりました。今夜の解説、ジャイアント馬場さん、そして竹内康介さんでお送りいたしました。どうも長い間ご利用にありがとうございました。どうもこの辺で15,200人のお客様で埋まりました日本武道館からお別れしたいと思います。皆様さようなら。